頭落とすの。じゃあちょっと全部脱いでから。えらちっちゃいね。バギーし、バギーし、もういいやろ、もういいやろ、さすがに。切れんな、あとの包丁も。どうした、包丁。もういいやろ。え？
そう。ナイフを泣いちゃって。ああ、これ見てすごい。気まぐれクックでなんか見た。内臓は何だろう、こういう糸でつなげられてるから、その切腹しても内臓はそんなに見えない。これ取れていいじゃん。あれもしかして、内臓でちぎると、これがね、よくわからん、どっかの部位。良くないね、胃がくっついてる。食べて、今すぐ刺身でもいいから食べて。あの血合いっていう、血が固まってしてるの。顔。顔でした。無理だ。腹骨ぶっとい。どこけないし。一体がもしもね。はい、これどうなの。見てほら、結構
うまくできた。もうええやろ。もうお前もうお前もうええやろお前。終わりやす。そろそろちょっと。くるくんくんは犬くん。くるくんくんは。背骨が一番硬くて、これは粗に使う。これちょっとこれでスープ作る。これが硬いならこの包丁はなかなか切れないのか。これは、ノービリション。この状態でスープに入れると、骨の隙間からこの出汁が出て美味しくなる。あれとこにあ、顎外れた。すげえ、いつもはちっちゃいけど、捕食モードになるときだけ大きい。このエラよ、エラ。このエラがめちゃくちゃ鋭い。これでピッてやったら指切れる。バス。エラちょっと聞きたいな。ちょっと出してみた。エアってどうやって